こんにちは。人事部長 YouTuber の長谷川光留です。今日は、まあ、人材育成、えー、とかですね、えーまあ、研修というところの中で、インバスケットゲームというのがあります。まあ、それをちょっとご紹介したいなと思います。まあ、このインバスケットゲームというのは、えー、株式会社インバスケット研究所というところがですね、まあ、商,標と商標を取られておりますけども、えー、とこの 代表のですねインバスケット、インバスケット研究所の鳥原隆さんという方は、えーまあ、こういったような、えー、本出されていたりとか、あとは、まあ、これは漫画なんですよね。まあ、あの結構多いですね、漫画、ビジネス本を漫画にしている本なんて多いですけども、えーっと、まあこんな感じで漫画の内容です。で、漫画がいいところは、このちょっと、 例えばそのビジネスって小難しい部分ってあるじゃないですか。でそれをストーリー立てて、えー、まあ事例に乗っけてですねストーリー立ててまあビジュアル的に、えー、まあこう頭の中に入れやすいっていうところがあるので、まあ、最初はですねこ,のこういった漫画からおすあの入っていかれることをおすすめしたいなと思います。でまあ合わせてですねうん、まあ、企業内で 例えばそのこういう勉強会とか研修を取り入れるとなった時には、まあ、こういう漫画に合わせてこちらがおすすめしたいなと思います。インバスケット集中講義というものですでこれはですね非常に優れもので、えー、実はですねまあこの本の中身自体が研修仕立て研修というストーリーでですね、えー、なされておりまして、まあ、こんな感じで実際の時間のあ時間の 流れみたいな1日の流れみたいなものを書,書かれているので、このような形でえー、まあ、読み進めていきながら、まあ、こう研修という形に、えー、社内で落とし込んでもいいのかなと思っております。で、このじゃインバスケットって何かというと、そのまあ、元々はアメリカから入ってきたものらしいんですけどもまあ、ここのインバスケット研究所の鳥原隆さんが。 ご自身の,その前職ですかね前職の昇格試験かなんかでこのインバスケットっていうのを受けたみたいでまあそこの受けられてから衝撃を受けられてで独立をしてこのインバスケットっていうものを世に広めていくということをやられているんですけどもじゃこのインバスケットっていうのはう例えばですね自分自身の優先順位設定 ですね、自分自身がどういう優先順位を設定して仕事を進めていくかっていうところのその癖ですね優先順位設定の癖なんかを知ることができてで成果の上がるる優先順位設定力をつけとということですねだから自分自身が常に正しいっていうことではなくてやっぱ客観的に見ながら自分の優先順位設定力をですね、えー、まあ現状を理解して。 でその上でその癖を直していくっていう部分もありますそしてもう一つはまあ、検討とか行動ポイントの抜け漏れをなくしてより成果を上げていくということですねだからどうしてもですねなんかこう検討していかないといけないこととかまあ行動のポイントとかいろいろ優先順位付けをしたりとかするときにまあこう 全体を見ていいいいかないといけなとけでですねで飛び込んできた仕事とかいろんな仕事がある中でどういうふうに優先順位付けをするのかでそれに対して本当になんか検討するところの抜け漏れがないかとかですねそういうこともちゃんとなくしてですね、えー、抜け漏れをなくしてより成果を上げるという話ですでこのインバスケットでどういう能力が身につくのかっていう話なんですよで結構な能力が身についていくんですけども えー、例えばですねやっぱりこう人間関係づくりっていう部分ですね相手に対する配慮とか、まあ、そういうヒューマンスキルっていうのが、えー、一つ身についたりとか、まあ、それから先ほども言いましたけども優先順位の設定力ですね優先順位設定力こういったものも身についていくとでそれから問題の発見力ですね問題の発見力どういうことが問題なのかどういうことが課題なのかということを発見する力 あと、まあ、計画の組織力、計画組織力ですね。まあ、組織で、チームで仕事をしてたりしますので、その、一人で、えー、この計画を立てるっていうよりかは、組織でどういうふうに動いていったら、まあ、ベストなのか、ということを考える、まあ、計画組織力だったり、まあ、そもそものその生産性を上げるっていうことですね。これをどうしていったらいいのか。まあ、これもやはり優先順位付けによっても変わってきたりしますよね。それから、意思決定力ですね。まあ、これも大事で、何を、 ややるべべききなななののか、かか何をやらないべきなのかとかですね、こういうことをはっきりと決めていくとあとはまあ問題が発見されたとしてもどう分析するかという問題分析力それからまあ何か着手しようと思った時にはいろんな発想が必要ですねだから想像力だったりとかあとはまあこれもベースの話ですけど当事者意識ですね だから何かがないからできないとかっていう話ではなくてどうやってやろうかなとかそういうものだったり自分の力を発揮しながら他人の力を借りるためにどういうふうに働きかけをしようかなとかまあそういう当事者意識だったりとかあとは動作通力ですねまあこういったようなことがこのインバスケットでは身についていくということです。 だからまあインバスケットというのはもう制限された時間の中でですねえ架空の立場になってより精度高くえ案件処理を行うゲームなんですよ。だからあのインバスケットの特徴でいうと同業者のものをやるんではなくて他業種ですねまあいろんな業種自社のえ業種外のところをやってみると例えば製造業の会社さんであればまあサービス業 というものを事例に用いながらえー、設定するとで、これは理由があってですねそのインバスケットでは同業者であれば大体いいその自社でやってることとか自分自身の経験とかをだいたい反映させていろんなことを判断したりとかいろんな優先順を決めるっていうことになるわけですよね。だからある意味その経験値が生かされるっていう部分もあるんでそれは本来の えこの自分自身のこう優先順位付けとかですね優先順位設定力とかそういうものとはちょっと違う形のものになっていくわけですねだから全然違う自分自身が経験がないような業界でやってみるということをここでインバスケットさんインバスケットでは歌っているということですねあとまあ絶対的な正解がないっていうことですね まあ当然、うんまあ、これが一番妥当だろうなっていうのはあるのかもしれませんけども、絶対これだっていう,う、まあ、正解、絶対的な正解はないっていうことですね。だから、やっぱり仕事っていうのはそういうものですよね。やっぱりこう、緊急で重要な案件が、まあ、入ってきた場合に、じゃあそれに対してどういうふうに立ち向かっていくのかとか、うまあ、例えばクレーム対応とかもそうですよね。で、当然クレームっていうのは後回しにすべきではない話じゃないですか。 それが例えば、同じようなクレームが同時期に発生した場合に、じゃあそもそもこれどっちを優先順位つけるのかとか、時間軸にちょっと余裕がある、少し対応をですね、後に回せるということであれば、その回すように、その前にどういうふうに根回ししておくかとか、どういうふうに対応しておくかとか、衝動が大事だったりしますよね。そういうようなことを、このインバスケットでは身につけていけると。 いうことですだから、まあ、インバスケットで得られる効果としては優先順位設定力ですね優先順位設定力の向上だったりとか、まあ、問題解決力の向上だったり洞察力の向上そして、まあ、判断に自信がついてくっていうこ,とです、ね、こういういろんな事例を実際に自分がその当事者としてですねゲームに行っていきますのでそういういろんなことですね優先順位設定力とか問題解決力 洞察力や判断に自信がついていてくと、まあ、こういうふうになるのでまあ私がおすすめしたい進めあの順番としてはですねいろんなあのなんでしょうね世の中でいう社会人基礎力も身につい身につけていけたりするのでまあこの漫画のインバスケットをまずは読みながら 社内で例えば勉強会とか研修を企画するんであればこのインバスケット集中講義っていうのがありますので、まあ、これをこ,この時間通りのような形でですねこう目安にしながら導入してみるとであとまあ補完としては院内まあ院内と社内でですね社内で行うにはこのトレーニングですねインバスケットトレーニングというのもこれはどういうふうな うものを意図しているのかとかどういうものを身につけていくのかって、まあ、今日ちょっと、えー、ざっとお話しした内容について、えー、詳しく書かれておりますので、まあ、これも研修をどう進めるのかっていうのも書かれていますので、まあ、こういったのも、まあ、あのぜひ読んでみていただくといいのかなと思っております。ということで、えー、以上になります。ぜひチャンネル登録をお願いします。